本校ではナウルにおける林鉱石の採掘についてもべる。1899年にニュージーランドの地質学者アルバート・エリースが林鉱石の交渉を発見する。ドイツは採掘権をイギリス資本の太平洋林鉱石会社に与え、1907年に採掘が開始された。林鉱石産業は近代化され、年間の採掘量は数十万トンになった。 しかし採掘のロイヤルティは1トのあたり8ペンスに過ぎず、利益に預かることのできなかった島民は、伝統的な生活にとどまっていた。採掘の様子1960年代初頭、ナウルさんの林鉱石は1トのあたりおよそ40、オーストラリアドルで取引されており、生産量は年間100万トン近くに達していた。1968年にナウルが独立すると、 ナウルは、林鉱石の採掘による収益を直接手にするようになった。採掘事業は国営化され、ナウル政府は、莫大な収入を得ることとなり、1974年には、林鉱石事業はナウルにおよそ4億5000万、オーストラリアドルの収益をもたらした。20世紀末には、林鉱石が枯渇すると見られていたため、大統領を務めていた、ハマーデ・ロバートは枯渇後に備えて、 金利や事業収入を得ることを目的に利益の多くを投資に回した。しかし、法満経営や詐欺被害、不正行為によって莫大な損失を出し続け、投資のほとんどは失敗した。林光石の枯渇と資産の喪失により1990年代後半から経済は破綻状態となった。21世紀に入ってから林光石の輸出は100万オーストラリアドル以下に落ち込んでいたが、 二次採掘が開始されたことで収入は増加基調にあり2007年には輪鉱石の輸出が2000万オーストラリアドルにまで回復している二次採掘は30年から40年を行えると推測されている太平洋の離島におけるン鉱山関連記事ありがとうございます